南水門は水門です。水源川井流地点に建てられました。南と城に流れます。復元された南水木は水源川の下流に位置する9つの半円形の本家ムーンゲートがあります。その上に花崗岩の端に通路を作り扉を設置した。水の準備では体積が増えますが、門は9つのアーチ型の門で構成されています。そしてその先頭には敵の侵入に対抗するためのポーサが建てられています。緊急時にはスペースとして使用されました。軍隊が攻撃の準備を整えることができた場所。南水月門を復元するために水原氏は2004年に南水門跡地を視察していた。そして修復は2012年6月に完了しました。南水門は数温春川の上に建てられました。花城城を流れる本流、韓国語で本家と呼ばれる7つのアーチは本樹月門に建てられました。蘇原春川の上流、下流にある南水ゲットには9つのアーチがあり、韓国語では本家と言いますが、アーチの上にはレンガの壁のある大きな部屋があります。そこには警備中の数百人の兵士が収容されていました。アーチは韓国語で本家と呼ばれる建造物です。虹のような半円形に作られています。主に柱や天井を支える役割を果たします。ナムス付きの外、本家の上に高い壁が建てられた。敵が横切るのを防ぐため、内部では数百人の兵士が水門を守ることができる長砲を建造していた。9箇所の水門に鉄柵を設置、敵の侵入を防ぐため。この水門は洪水で破壊され、何度も再建されました。1922年の大洪水で完全に焼失、2012年に発掘されて復元されました。再建中に別の水路が設置されました。大雨の場合は水門の両側に設置してください。スウォンストリームの利用を通じて、スウォンファソンの快適な居住施設に必要なもの、城での日常生活がさらに便利になりました。しかし、水門の性質上、水門は常に開いていなければなりません。このような軍事的脆弱性を補うために、周辺施設も設置されており、多くの兵士が水門を守れるように。この目的に基づき、ナムスの月もしっかりと作られていましたが、そして美しい外観も自慢です。水原花城の場合、近くに大きな川はないので、水原川は唯一の川です。水原には大きな川はありませんでした。スウォンファソンの地理的弱点ではあったが、朝鮮王朝の世祖が作ろうとしたのは、繁栄する首都水原ファソン。それで水原ストリームを利用して、彼は水資源を確保するために貯水池を建設しようとしている。古代の王宮に欠かせない要素だった新しい池を作ります。水原川は小さな川ですが、大雨の場合水源地域が浸水する可能性があります。2つの水門を建てることで、彼は同時に2つのゴールを試みた。彼の2つの目標は次の通りだったと思います。洪水を防いだり、池でエンターテイメントを楽しんだりします。北水門を抜けると、本水門近くの44と呼ばれる池からあふれる小川、ナムス月に届くかもしれない当時の商業の中心だった発達門の近くにあります。水位を調整する必要があった。周囲の浸水を防ぐため、44という池の周りには大きな山がなかったので、そしてスウォンチョン44からあふれ出る小川は小さな小川でしたが、北総の月から南総の月に至る過程で水元天の水位は十分に制御できると推定される。中曽が水原花城の安全を考慮したため、最優先事項として彼は小さなスウォン川に2つの水門を作りました。川があふれるのを防ぐためです。特にナムス月は発達門の近くにあり、そこは周囲に商業市場を持つ商業の中心地でした。周囲の環境をさらに守るために南水木が築かれたものと推定されています。
ホンヒデ文門、別名花香文門、美しく設計され、構築されており、そして周りの景色に溶け込んでいました。一方、ナムスムンは、洪水を防ぐのに重要な役割を果たした水源全体の水原川の最後の水門として、ここに行くならそれが設計されたものであることを確認できますより大きく、より強く北水門よりも、南水門付近多くの人が行き交うエリアがいくつかありました。それで南水門の大きさは水原花城よりも比較的大きい。ナムスムンが責任を負ったものと推定される水原川の水位を調節しています。南水門に到着すると水原川の大きさ拡大して、そのため、より安全に建物を建てるための設計が必要でした。長春時代に南水門は十分な大きさでしたが、その後、二度の大洪水が起きた、そして水原川が氾濫した。洪水で南水門が崩壊そして再建されました。過去に水原川の排水灌漑施設個別にインストールされていませんでした。したがって、南水門門では大洪水を止めることができなかったと推定される。しかし、昔のあの時清楚大王大きな池を設計して作りました水源化場場内水資源を有効活用するために、北水門と南水門の建設により清楚王は水資源管理に挑戦しました。それは革新的な挑戦だったに違いありません。